ゆっくり武将紹介始めていくよ。今回紹介する武将は誰なんだ？今回紹介する武将は津軽為信だよ。どんな武将なんだ？南部家から独立して津軽地方を統一した人だよ。謀略を駆使した武将っぽいな。早速紹介を始めていくよ。津軽為信は、1550年、下久慈城主の久慈信長の子として生まれたと言われるよ。また、父親が誰かわからないやつか。そうだよ。大浦森信の子とも言われるよ。まあ、父親なんて誰でもいいんだよ。1567年、大浦為憲の養子となり、大浦氏を継いで大浦城主となっているからね。また、この時、大浦為憲の娘、大浦と結婚しているよ。そして、ここから為信の南部氏からの独立をかけた戦いが始まるよ。まず、為信は市城である堀越城から出撃し、石川城を奇襲して陥落させたよ。この時、南部晴政の叔父であり、南部氏の津軽支配に大きく貢献した知遊兼備の名将、石川隆信を自害に追い込んだよ。なかなかやるな。この頃、南部家当主の南部晴政は、石川隆信の実子で晴政の養子となっていた信直と争っていたよ。なんで争うほど関係が悪化したんだ。男子が生まれなかった晴政が、信直を養子に取った後に実子である春継が生まれたからだよ。晴継が生まれて信直が邪魔になったということだな。どっかで見たことがある話だな。とにかく、春政は信直との争いのため、為信の勢力拡大を止めることはできなかったよ。そして、1575年、大工事城の城主、滝本茂之を攻め破れたが、1576年には攻め落としたよ。1578年には、配下を浪岡城に潜入させて、放火させ混乱した城を落とし北畠顕村を自害させたよ。順調だな。しかし、北畠顕村の正室は安藤千粕の娘であったため、安藤氏との関係が悪化。そして、安藤氏らの勢力との戦いである六羽川の戦いが起こるよ。この戦いでは、為信方は本陣まで攻め込まれるほどの危機に陥ったよ。その時、本陣にいた田中太郎五郎が自らが為信であるとして突撃し、討ち死に。為信を討ち取ったと思い込んだ安藤方は油断していたため、為信方はその隙をついて安藤方の大将を討ち取り、戦いに勝利したよ。なお、為信の身代わりとなった田中太郎五郎については、嫡子、田中宗右衛門に百石を加増しているよ。謀反を起こした人とは思えない義理がたさ。1585年には、油川城を攻略し外ヶ浜一帯を制圧した後さらに田舎館城と高館城を落とすよ。これらのことにより、為信は津軽地方と外川間と糠信の一部に一大勢力を築き上げたよ。また、最上義明から得た情報により、この頃から中央の豊臣政権に対する工作の必要性を感じ上洛を考えるようになるよ。そして、自ら上洛しようと鰺ヶ沢より海路出版したが、暴風に巻き込まれ松前沖まで流されてしまうよ。それでも諦めず、今度は矢立峠を越えるルートで上洛しようとするが比内の浅利氏の妨害で失敗。次は平二線と共に南部領を突き切ろうとするが南部氏に妨害され失敗。次は秋田口から進んだけれど秋田氏に阻まれて失敗。しかし、1589年には秋田実末とは僕し、家臣を上洛させることができたよ。諦めないのは大事だな。そして、石田三成を介して豊臣秀吉に名馬と鷹を献上し、所領を安堵されたよ。その後、1590年の小田原征伐の際には家臣18騎を連れて為信自身が秀吉に謁見しているよ。一方、南部家では前田利家を頼って、為信を総武事例に違反する逆徒であると秀吉に訴え、一度は為信派征伐の対象にされかけるよ。しかし、早くから豊臣政権に対する工作を行い、南部信直より先に秀吉に謁見していた為信は石田三成らを介しての釈明を認められ、独立した大名として認められることに成功しているよ。根回しは大事だな。また、羽柴秀吉を有志にして関白にした近衛前久に米や金銭などを送ったり、財政支援を申し出たりして為信も有志になっているよ。形式上、為信と秀吉は義兄弟になったということだな。また、この時姓を大浦から津軽に改めているよ。その後は九戸正実の乱の討伐や文禄、慶長の役でも功績を挙げているよ。1594年には大浦城から堀越城へ居城を移しているよ。
そして、1600年の関ヶ原の戦いでは両国の周囲が全て東軍側であったため三男の信平と共に東軍として参加したよ。石田三成を介して豊臣政権に取り入ったり秀吉と義兄弟になったりしていたのにか。豊臣秀頼の故障を務めていた嫡男、信武は西軍側に着かせたよ。真田家方式を使ったんだな。また、関ヶ原出陣中に家臣が反乱するのを恐れ、出陣前に重臣、森岡信元を暗殺させるが、合戦中に反乱が起こって居城、堀越城を占拠されるよ。なんで反乱が起こったんだ。西軍側につきたかった家臣たちが反乱を起こしたんだよ。結局、西軍敗戦の方が伝わると反乱軍は戦意喪失し追討されているよ。そして、嫡男の信伊が石田三成の子、重成らを連れて帰国し、為信はこれを保護しているよ。意外と義理がたいな。そして、1603年には弘前城の築城に着手しているよ。城の中には稲荷社があって、そこでは豊臣秀吉の木像があったというよ。為信は、幕府に因縁をつけられて改易される危険を顧みず、津軽家を大名にしてくれた秀吉を城内に祀っていたんだよ。謀反を起こした奴とは思えないな。そして、1607年、嫡男、信武を見舞うために上洛した為信は12月に京都で死去したよ。死刑を裏切って、その領土を切り取ったり、時の権力者に取り入って家を存続させたりしたのは戦国大名のお手本みたいな人だと思ったぜ。その一方で、義理堅い一面も見せたりしてとても魅力的な人物だと思ったぜ。あ、為信にも面白い逸話があるよ。ぜひ聞かせてください。為信が大浦城主になって間もない頃、自分の領地である野崎村を兵たちに襲わせたよ。なんで自分の領地を兵たちに襲わせたんだ。大浦家に味方する黒人がどれくらいいるのか確かめるためだよ。村人たちはどうなったんだ。村人たちは事前に避難させておいて壊した家は建て直し、農具や家財道具も一新させたよ。このことにより、村人たちは為信を恨むどころか為信に恩義を感じるようになったという話だよ。なかなか面白いエピソードだったな。これで紹介は終わりだよ。ご視聴ありがとうございました。